将棋の竜王戦七番勝負第3局の会場に決まったのは、北九州市戸畑区の旧安川邸です。安川電機の創業発起人である安川圭一郎が1912年に建てた邸宅で、現在は市の観光施設となっています。北九州市政60周年の記念事業の一環として市が誘致したもので、今年10月25日と26日に、 最年少で6つのタイトルを獲得している藤井聡太郎官が挑戦者を迎え撃ちます市内だけでなく市外からも大変注目を浴びる対局になるというふうに確信をしております北九州市はプロ棋士による横断解説や北九州市の食の魅惑を発信するイベントなどの開催を検討しているということです